寒いね。ちょっと寒い。テトリスさん、テトリス昨日もちょっとしてたんだけど、本当電源来てないよ。してたんだけど、そうね、全然全然なんか倒せないからすぐやめた。すぐやめました。一人抜きから変わってない人数、最高記録の人数。え、どうやったら倒せるの？めっちゃ難しいんだけど。テトリス、できない。習得できてない。あ、ちょっと調べようかな、スピンコツ。そうだ、昨日調べようと思ってて、配信終わった後忘れてたんだった。調べよう、スピンのコツを。テトリススピンコツ調べようと思ってて忘れてた。あれになってないや。ローマ字なんか。テトリスのスピン。どう書いてないか。どうやって見たらいいんだろう。出てくるかな。 TSP の組み方とコツ。出た、これだ。タイミングが重要なんでたくさん練習しましょうってこと。だ、練習あるのみってこと。ここら辺のタイミングでとかないの。練習あるのみって書いてあった。トリスの D どこ入れてる。テトリスの技、ティースピンのやつ。出てこなかった。ここがめっちゃ出てくる。これちょっと違うか。TSP のコツを知りたかったんだけど。
攻略法最初見たやつ練習あるのみって書いてあった、ディスピン受給者レベルの技その分身につく前に時間かかります。さらにディスピンをするときに体を覚えておく注意点。練習あるのみってこと？動いてくれたソフトドロップで最後の形の前段最後の前段階まで T 字ミノを回してからハートドロップでドス持ってくれるということができる。どういうこと？ソフトドロップとハートドロップって何？でも昨日一回だけできたんだよね。うん、練習あるのみってこと？スピン。え、で一気に落とすのがハード。あ、そういうこと？ストロップはちょっとずつ落とす。なんていうの、そのゆっくり落とすやつってこと？あ、間違えちゃった。あ、間違えてなかった。できないんだけど T スピン昨日一回できたの奇跡だね。今日も練習するかぷよ。テトリスだけだけど、ぷよテトリスでいっか。ぷよテトだけど、テトリスしかしてないから。今日はスピンができるようになりたい。スピンできる？みんな。一応難しくない？これ永遠に練習するだけのモードとかないの？とことんってやつある。とことんぷよぷよ、これぷよぷよしかないのかな。ぴよぴよだけか。テトリスのやつもあるんだけど、40ラインと150ライン3分間のスコアトーク。ない。ちょっとこれじゃない。ひたすらやるやつないのかな。ミス、あ、見ちゃった。戻っちゃった、スタート画面に。スキルバトルジム、これ違うか。問題、これ違うな。いや、勝ち抜きするしか、あ、もう間違えてさ、ずっとさメインメニューに戻っちゃうんだけど。スイカゲームのさ、あのボタン、スイッチのプロコンとさボタン配置が逆だから不調しちゃう。あの決定をしてるつもりで戻っちゃう、逆だから。
やるか、テトリスで勝ち抜き。ちょっとスピンコツ分かる人いる？スピンのコツ。コツが分からないんだよね。難しくない？ちょっと強いな敵。どうしようか。遅いか積むの私。今んとこいい感じ。どうしよう、ここ行こう。危ない。4つ。なんか敵ちょっと強いかもしれない。テトリス、うん、一連テトリスの一連いい、めっちゃいい。テトリス2回ってことさっき強かった。むずい。いやなんかね、連鎖とはちょっと違うんだよね。ぷよぷよじゃないから。これお倒せたどうしよう。置く場所が難しい。変な積み方しちゃった。これ回転できないのか。できなかったできなかったよ。なんだっけ、スピン試みたんだけど、むずい。いやここでできなかった。生きるはずだったんだけど。はまんないわこれ。こっちか。どうしよう。でか。一連。強そう相手。練習、ね、練習するしかない。スピンができない。むずい。途中スピン諦めたけど、ちょっとやっぱり挑戦するわ。結果はここ。逆だこれ。いやこれ変な置き方しちゃった。テトリスなったけどあんま意味ないこれ。お二人目倒せた。嬉しい。これスピンするかな。遅かった。押したのにさ、普通にそのままハマっていった。タイミングが遅かった。押すタイミングが。むずい。スピン。テトリス。一連。二連。やばい強い。やばい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 強い。テトリス。
いんだけど。うん、受けないし。強い敵が。あ、やばい。強い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 。負けた。これなんだっけこのキャラ。これ強いんだよね。いつも負けてるこれ。マグロ。マグロって。できない。スピンが。マグロっていうキャラ。強い。いつも負けてる。始まった。スピンできる人いないの？誰か。教えてやり方わかんない、あ、間違えたスピンのやり方がわかんないんだよ。スピンできる人、あ、間違えた、変な置き方した、消さなきゃ。ちょうどいいやつ来たスピンできる人いない？やり方がわからないんだけど、スピンのあー、どうしよう。やばい、強い強いって、強い敵が、やばいやばい、強すぎる、やばいよ、負ける一連、あー、2連できないよ。うん、あ、やばいやばい、終わったむずい、コンピューター強い、ね、どうやったらスピンできるわけ？わかんない、どのぐらいがうまいのかわかんないけど、わかんないけど、ぷよぷよは最高31とかかな、31人抜きぐらい。テトリスは2人マジで難しい、テトリスめっちゃ難しい、難しいと思ってなかった。綺麗にはめるのが難しいんだよね、テトリス。全然さ、思ったようにいかない。強い、困る、一連、からね、テトリスを始めたんだけど難しすぎてさ全然勝てないんだよね、思った以上に難しくて。もっと簡単かと思ってた。
よいしょ。どうしようかな。こっちで行こう。あー、はまんないこれ。この形。むずい。あー、間違えた。あー、間違えちゃった。上押しちゃった。間違えた。一列のテトリスできない。できそうだったけど、こっちでいいか。一連むずい。はまる。二連でもさっきからティスピン諦めてる。やってない一回もできないんだもん。スピン全然できない。そういえばやってなかったずっと。いい感じに戦えてるかもしれない。いや強いな相手が。相手の方が強かった。戦えてると思ったけど。強い。やばい。一人目これまだ。早いよ。もう切るには。それ消えないのかまだ。あ、負けた。負けた。マグロじゃない、ハーピー。強い。勝てないよ。勝てない。一回マグロにしようかな。キャラクター変わんないけど、喋るのが違うだけ。マグロ強いから。マグロにする。キャラクター変える。キャラクター変えた。ずっとシェード使ってたけど、だマグロにした。さっきってかずっともう昨日からマグロに倒されてたから。あー、はまんない。強いな。マグロにしたのに。はまんないや。これスピンで通せるやつかな。できなかった。スピンなんで？やばい。マグロが、マグロなのにやられてる。強いからマグロにしたのに。私が弱い。こいつダメだ。強いな。ハーピー？さっきの倒されたキャラかもこれ。今戦ってる敵。
気が強い。みんな強いな。連ができない。ランズも落とし、むずい。あ、L 字来ないな。 L 字が欲しかった。2列、むずい。強い敵、もう下のさあれが消えない。なんだっけ、あ、ミスった。さっき置くやつ、下のお邪魔ぷよが全然消えない。2連、お、強い相手、やばい、負ける。いいよ、やばい、え、間違えたやばい、やっちゃった。ここ間違えたら終わる。間違えちゃダメなとこ間違えちゃった。あ、もう無理だこれ、置けなくなっちゃった。マグロが負ける時のボイス初めて聞いたかも。やばい初めて聞いた。惜しかった、最後のとこ間違えなかったら勝てたかもだったのに。クマ先輩だっけ、強いキャラだこれ。昨日ちょっと練習したのにな。ね、ちょっと難しくてすぐやめたけど無理だった。キャラで強さ違う。敵の、あ、やばい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 、強い強い。お、あ、スピンじゃないのかこれ。やばいやばいやばい。ええ、強すぎる。ちょっと待って、一瞬だったんだけど、え、もう一回やろう。強すぎでしょ私。レン起こそうと思って、レンじゃないわ、レンかと思ってさやってたらなんか負けてたんだけど、できなかった。スピンできたら消せそうだったのに、うまく、スピンができなくって空間めっちゃできた、スッカスカなとこが。なんでこうなるの、スピンが作りたかったのに。ここ行ったらダメか、難しい。こっちなのか、スピンスピンできない。いや、これで、
ピンが全然できない。やばい、強い敵強いしスピンできないし、やばい。あ、間違えた間違えた、なんか間違えて上押しちゃうんだよね、違うボタンを押そうとしてるのに。あ、やばい、抜けた。そこで来たら終わる私お邪魔ぴょう来た。スピンがしたいんだけど、まあ、いっか、スピンの練習してるから今開けてもいいか、今スピンの練習。スピン、そう今スピンの練習してるだけだから。スピンが、だって練習あるのみって書いてあったんだもん、コツ調べたら出てこなかったコツ練習しろって書いてあったから練習する。あー、どうしようか。スピンいける？あー、できなかった無理だったスピン。あー、ミスった。なんで間違えて上押しちゃうんだろう。あーやばい、負けた強いこのキャラも、みんな強い。アミティ、スピンできる気に、できるようになる気がしない。クマのキャラだこれ、強いキャラ。スピンのコツが分かんない、どのタイミングで回せばいいのか。一回できた時どうやって自分がスピンやったのかもう分かんないなんでできたか分かんない。あれあれ、じゃあ何かできたんだけど、一回だけスピンが、よいしょ、充電がないよ、これ停戦じゃなくてタタリスがどう動くかテスト。いやね、それがないんだよね、そのモードがなくってさ、対戦しかずっとテトリスができるやつが、ぷよぷよはあったんだけどテトリスなくって、テトリスなくってね、対戦でやるしかなかった。よし、再開。強っ、クマ強っ。一連、一連じゃダメなんだよな。あ、間違えた。うん、なんで上押しちゃうかな。回転しようと思って間違えてね、上を、強い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 、全部お邪魔ぷよになった画面が強すぎでしょ。画面、私の画面全部お邪魔ぷよになったんだけど、強すぎる全部グレーだった、なんでまたクマだし、めっちゃ強いもう全部お邪魔ぷよだったさっき、クマ強すぎ、勝てないわ全部。うじもぴょはテトリス、テトリス、うん、これじゃないな。あ、でもまだ一個か、一列か、おじゃんぴょがまだまだでさ、おじゃんぴょ来た時消せないんだよな。
なんかそこまでたどり着けない、この消すとこまで。やばいやばい。ナズマ落とし、いや、ここで、あ、消すの、と、いいよ、1連、2連、お、クマ倒せた、嬉しい、クマ倒せた、やっと、強すぎるクマ。え、倒せた倒せた、やった。次さあれだな、お邪魔ぷよ下に、あ、やばいやばい、間違えて下、上ボタン押しちゃう、下じゃないや、間違っちゃう、回転するときに間違えてこっち押しちゃうんだよね、なんでかわかんない。クマは勝てた、さっき倒した、立てのやつ来た、あーどうしようかな、あげっか、もうね、こう迷ってたらダメなんだよね、置く場所わかってるんだけどな、めっちゃ難しい、うん、強い、やばい、結構上の方まで来てる、てかだいぶやばい、あー無理だこれ、あ、負けた、下押す、え、下押すじゃ、違うのよ、あの回転させたくって間違って上押しちゃうんだよね違うのよ、そういうことじゃなくって、なんかね、分かんなくなるんだよ、もうスピンの練習全くしてないや、スピンもうずっとできないから、怖くてできない、スピンの練習はしたいのはしたいんだけど、スピンできないんだもん、変な言い方しちゃった、強いこのキャラ、2連3連4連4連だな、4連、4連してもあんまりいかない、どのタイミングで押すんだ、うーん、できなかったできなかった、スピン、なんで昨日できたんだろう、あれやばい、来るジャンプヨガ、分かんないな入れ方が、間違えてた、押すところ、落とすところ、
そこ空間あるのか、全部綺麗に詰めたと思ってた。やばい無理だこれも。いや、わかんない、スピンのやり方が。スピンのやり方がわかんない。どうやってやんの？タイミングがわかんない。どこに来たら押せばいいのかがわかんない。わからない。タイミングが。どこで押したらいいの？お、なんかさ、テトリスが落ちるところが点線かな、なんていうので表示されるんだけど、そこに来たタイミングで押すのかな。やばいやばいやばい、強い、クマ強い。うん、負けた。もう全然落としてないん、やってないのに。はい。強すぎ。着地した瞬間にやってるんだけど、着地した瞬間ってもう一回やってみるか。したらできる？前できた時どのタイミングでさ回したかが分かんないんだよな。あ、間違えた。着地した瞬間ね。でもまだ回すタイミングが来て、あ、違う、スピンするタイミングが来てない。まだ違う。ああ、どうしようか。でっか。一連。うん。でっか。うん、置けない。あ、間違えた。ここ積もってたとこと、一個横の列に置いちゃった。いっか。立って一列入ってこないかな。よいしょ。テトリス。テトリス。バックトゥーバックだ。強いやつ。多分。バックトゥーバック、初めて出たバックトゥーバックの表示言えなかった。バックトゥーバックできた。テトリス大回転。勝てた。よいしょ。ナズマ落とし。もう強い。やばい、なんかしかも変なとこ行ってた。ああ、奥場所もミスった。テトリミノが落ちてくるとこに置いちゃった、間違って。負けたー、2人目にバックトゥバックできたのに。スピンはできてないけど10時までやろう、とりあえず。テトリスと T スピンを連続して出すこと
いや多分テトリスとテトリスで、あのバックトゥバックになった、テトリスとテトリスでもバックトゥバックになる確か、昨日そう見たはず。だってスピンできてないもんスピン私出せてないから、そうテトリスとテトリスでバックトゥバック。ああ間違えた間違えた、すっごいすっごい間違えた意味わかんない間違え方しちゃった。お相撲がねどっちかわかんなくなる。うん、なんかもうめっちゃ間違えてるなこれ、置くとこやばすぎる間違え方が、意味わかんない。テトリス、どうしよう間違え方やばすぎてさ、ちょっとこれ無理だな。勝てなそう。あ、やばい。チリつきつき。でも、あ、負けた。マジ。メール来るよ、送っといた。さっき配信始める前に。むずいテトリス。むずいよ。結構これ。強そう的。あ、でもなんかいい感じに詰めてる気がする。よいしょ、オッケー。あ、逆だねこれ。で、トリス、トリス大回転。一列のやつ来ないと厳しい一列来ないと厳しい。来た。あ、待って、もう一個来ないと無理だこれ。やばいやばい、負けた。テトリスされた相手に負けるスピード早すぎないもう開けるまでがあっという間なんだけど、どうしようどうしよう、どこ行こう。いや間違えた。これ逆か。なんで上押しちゃうんだろう。さっきから。もう上押すのやめるか。なんかぷよぷよもね、間違えるから上押すのやめたんだよね。ぷよぷよも上押せ押したらすぐ落ちるんだけど、確か。間違えちゃうから。だから。やめたんだと。テトリスもやめよう。これ無理だな。ちょっとやり直そう。間違えた。なんかね、違うのよね。これ一回押せばいいんだけど、長押しとかにしちゃうと、もう次々に押していくの。あと、なんだっけ。
ずっとさ回転しなくていい時十字キーしか触んないからさ間違えちゃうんだよね回転したい時に上押しちゃう。だからむずい本当にこのゲーム。もういいや、汚さない。ちょっと早く来た。あ、来たけど。ダメだな、今これ来ても。早く十字が来ないとやばい。あ、来た。あ、これ来てもダメだったわ。あ、ダメだ。やばい。負けた。あ、トーン来てる。ありがとう。風富人さん。クリスマスタワー？これなんてやつだ？めっちゃ動いてたクリスマスタワーって合ってます？クリスマスタワー、トナカイサンタ、トナカイサンタタワー、トナカイサンタタワー、ありがとうございます。ありがとう、トナカイサンタね。中井さんか。12月5日。風と。うん、どうぞ。中井さんと やばい。アリみたいな、トナカイの触覚みたいになっちゃったトナカイさんだったわ、ありがとうございます。なんか虫の触覚みたいになっちゃった。ここか、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。どうやったらトナカイっぽくなるんだろうありがとう、ありがとうございます。うまく描けなかったトナカイの角。お詫びとは？何のお詫び？なかった。ハロウィンっぽい？すごくないからもういいわじゃああと1回だけしてぷよぷよ見ようもうねずっとしててもね飽きちゃうから。ぷよぷよじゃないか、テトリスか、これ。あと1回だけする。え、もうここでクマなの？嫌だな。
来るタイミングが、ここね、うん、だから違うのやるかゲーム見るか他のゲームもあるけど新しく買ったやつ、それでもいいけど、一旦プヨテと終わるもうだってできないんだもん、強いし敵全然勝てないし、強いよ強いんだもん、やばい、え、めっちゃ連鎖してない相手、厳しいって言ってるもんマグロが、私の使ってるキャラが厳しいって厳しい、あーやばい、厳しいよね強い、無理、あ、負けた、ボコ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 、ちょっとクマで終わりたくない、あともう一回しようあ、違うキャラだ、よかったクマで終わりたくない、強いからさ、ぷよぷよも、あ、違うぷよぷよも強かった気がするって思ったけど、さっきクマ先輩が使ってたやつさ、あのテトリスじゃなくてぷよぷよやってたわ、それはぷよぷよ強いか、ぷよぷよスイッチでぷよぷよやってる時も強かったなーと思ったけど、ぷよぷよやってたわ相手強いな、このキャラも弱いキャラがいない、あー、あ、こっちか、合ってるか、強い強いよ、1列しか消せないのやばいな、2列か、OK、でこれで2列、1列、2連、むずい、むずすぎる、うん、テトリスだ、テトリス大回転、テトリスした時テトリス大回転って言うんだよね、あ、一人抜きだ、嬉しい、マグロがテトリス大回転って、よくわかんない、振り抜き、やっと本当に難しいこのゲーム難しすぎる、何曲かこれ、これだ、やっぱ上使っちゃダメだ、ぷよぷよも使ってなかったから、こっちのテトリスも使うのやめよう、そっちのがね、うまくいく上使うと間違える、よくないわ、1列、
うーん、強い、やばい、やばい。あ、もう一個割りが来ないとダメだ。もう一個、やばい、危なー、あ、危なーって思ったけど終わったわダメだった、一列のやつが来なかった。ホールドしとけばよかった、一列を。まあ、いっか、今日はやめよう。一旦やるとしたら配信待ってやろう一回。ゲームを終了。よし、どうしよっかな。今の旬なゲーム8番出口、何それ、喋ってみよう。検索スチーム、あ、出てきた、すぐ。あなたは無限続く地下通路に閉じ込められている。周囲を重ねて8番出口までたどり着こう。脱出ゲームみたいなやつみたいなやつ。あり、安いねこのゲーム523円、流行ってんだこれが、知らなかった。でも面白そう、こういう脱出ゲーム好きだよ。異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ること。このゲームですね、8番出口。ああ面白そうレビュー面白いよ、新宿駅より出口を探しやすいってそう書いてある嬉しいスピンする、確かにスピンの必要ない面白そうだね、こういう系のゲーム好き。カメラいそうだな、めってね、揺れない質もできるのね、ありだね。面白そうこれ、新宿駅そんなもない。私ね一回めっちゃ迷ったことあるんだよね、新宿駅、あのなんだっけ、ルミネに行きたくって、どっから出たらいいのか分かんなくて、でなんかとりあえず出てみたら全然場所分かんなくてめっちゃ迷ったことある迷ったことある一回だけ、でもそれ以外は迷ったことない、大丈夫だった、その1回だけ。そこで学んだ出方を楽しそう、8番出口。てるやつ私固定細工したいな、配信までしないでいるかしちゃうか、こんあの普通に迷う、めっちゃ面白そう。うん、覗き時っていうか、あ、間違い探しなんだ、一番出口なかった。
ゲームよく、ゲーム3つ買った、セールで、オータムセールで3つ買って、まだそのうちの1個しかやってないんだよね。ぷよぷよしかぷよテトぷよテトだけやった。それがやってない。ランロードまでしてプレイはしてない。ゲーム開いてない。もう冬だよ。そう、冬だけど11月の末にオータムセールやってた。いや違うのね、配信で最初にやるか迷ってて、まあでも一回その配信前になんか軽くテストがあるから、配信そっちはつながるかね。完全な初見ではできないんだけど、もう本当に始めるところからみたいなのはできないんだけど、その時その配信の直前にやるから、いつもそのちゃんとつながるかもうテストするからさ。一人で配信はできないね。スタッフさんがいないと無理だ。今はイグシチューパイ、あ、そう、明日からだ、6日から。いつ行こう、早く行きたいな。ガラコロ食べたい。あ、スタッフさんに、いや、そういうわけにもいかないのよ。そもそも配信できないからな、私一人だったら。OBS 起動するだけで配信が始まらないから。OBS 側だけで始めてもさ、ダメじゃん、 YouTube の方開始しないと。だからできないんだよね。どうしようかな、それか迷うな。もう一個の二つのゲームめっちゃ面白そうなんだけど、どっちも。うん、暖房消そう。パソコンつけるとね、暑いんだよ部屋が。消した。今日お菓子、今日お菓子さっき食べてた、トッポだから今ない。でもグミチョコもう一個、もう一袋あるけど。トッポ美味しいよね。久しぶりにトッポ食べた。最近食べてない。寒くない？え、でも昨日ね、消したじゃん、配信中に暑くなって暖房と PC で消した、消してさ、その後も全然そのままそのまま寝たからかもだけど、全然寒くなかった。条件クリアし、条件クリアしたら次は場所送る。あ、ちょっと聞いてみるね、その、なんだっけ、
収益か通ったか通らないとねできないんだよね。スパちゃん、タケノコ派キノコ派キノコキノコの方が好きだな。クラッカーだっけキノコが、そっちの方が好きなんだよね。キノコ派、タケノコも美味しいけどね。この動画いっぱい、あの収益化の条件はクリアしてるんだよね。でもなんか通るまでが時間かかるっていうじゃん。どのぐらいかかるか分かんないけど、確か条件をクリアしてるはず。動画3つ以上と、うん、チャンネルの人数も大丈夫だったし、あと再生時間が確かあるんだけど、動画も言ってるんじゃないかな。一回一回のあれが長いから、はい、あの配信が1時間以上あるじゃん。だからでもその収益化の時間がかかるみたいな言わないっけ確か。でも聞いてみるね、まだ知らないから。そうてるか、早く VS ファンに帰りましょう。VTuber になるってことどういうこと。ボイスパー VTuber の事務所だからV 隊可愛いけどね。 V ありがとう、もさやくで3週見た、ありがとう、ありがとうございます。ブイスポーかわいいよね。最近さ新しいデビューしてたよね。ブイ携帯の反応が。もう最近さ容量がいっぱいでさ、携帯のめっちゃ表示が出るんだよね、やばい。なんか写真とか動画いっぱい消すか、アプリ結構消したんだけどな、使ってないやつ消したのにいっぱいっていう表示が出るか、やばい。それか機種変するかだよね、やばい。かなんか写真写し替えるか。iCloud 違うの、携帯本体の容量、あえ iCloud どういうこと。いやね、 PC のストレージあんま映したくなくて、なんかバックアップとかした時に結構容量いっぱいだった気がするんだよな。そのそんなたくさん空いてなかった気がする。いっぱいっていうほどじゃないかもだけど、だから何か新しいさ、なんか買って256、え映したか、あの PC にね、その容量が PC ゲームのためには行きたいから、だから何か新しいの買って映すんだったらそれに映したいの、 PC 本体じゃなくって。そういうこと、そ
どうするかな。写真の容量が多すぎるんだよね。どうにかしないと。あら、そう買おうと思ってるんだけど。なんかさ、パソコン通さなくってもさ、なんかスマホに挿すだけでさ写真写せるやつあるじゃん。それ買おうかな。パソコン通すのめんどくさいじゃん。だから、あるよね、パソコンじゃなくてさ、もうスマホに挿すだけでいけるやつ。なかった？そんなやつあるよね。それより量少ない。あ、そう、テトリス終わった。トラップ消すか。値段のぐらいか知らないけど、あ、少ないんだよ容量。パソコンのやつがいいのか、外付けで足した方が。まあ考えとこう。てか早くしないといけないんだけど、容量がやばいから。写真の整理をね、そもそもあんまやってないから悪いんだけどね。いらない写真いっぱいあるんだけど、この写真の整理をしなきゃいけない。写真3万5000とかあった。多すぎて、もう携帯の容量がさほぼ写真なの。やばい。もう最近だから携帯の容量があんまなくってさ、携帯がすぐ熱くなっちゃうからさ、充電とかしてたら。だからやばいんだよね、やばいの。早くしないと。携帯の容量がもうほぼアプリじゃなくって写真だから、 9割写真。だから携帯をいらない写真消して、写真いるやつを写さないといけない。顔外付けのやつ、外付け SSD ってやつ買えばいいの。それ買ったらいいの。どれ買えばいいか分かんない。それ買えばいいの。一番古い写真何年、一番古い写真加入した時7年前とか、7年、うん、約7年とかかな。だってこの一番最初の携帯買ったのがその加入した時だから、その時からの写真しかないから。1テラバイトで5000ぐらい。SSD じゃなくて HDD の代用、 HDD 代どれがいいのか分かんないんだけど。HDD 買えばいいの。携帯熱くなってないかな。ちょっと暖かいけど大丈夫か。圧倒的に HDD 安いけどスピードは SSD。 あー、速さも SSD、 安くて大容量の HDD、 どっちの方がいいの。わかんない。どっちの方がいいかわかんないよ。SSD は壊れたら終わり。
ちょっとネットで調べるか、どっちがいいか後で調べよう。携帯高いな、ちょっと画面揃えるとこ。そんなスピード求めないかいし、調べとくわ今決めれない。なんか違うゲームしてみようかな。新しく入れたやつちょっと起動してみようかな。道中配信12時までやる。今日ちょっと長めにやる。新しく入れたやつちょっと音聞きたい。ちょっと音ごめん、全画面に落ちない音聞きたい。シフトとエンターで全画面できなかったっけこれ。あ、画面ちっちゃい。なんで。ちょっと後でやるか。5分後。どうやって全画面にするんだっけ。あっ、あこれ携帯いるやつで最初。なんか ID 作んないといけない携帯で。できないや、いや無理だ、なんか全画面なんないし。全画面になんないんだけど。あと3日、これ1回やんないから。もう1個の方、こっちもいるのかな、もしかして。起動中。新しい全画面にならなくて、違うの、なんかね、登録しないといけなくて、アカウント作るのやんないといけなくて、携帯が必要だからできなかったから、もう一個のゲームアカウント作るのに携帯が必要だった。え、叩いてないよ、普通にキーボード押した。全画面にならなかったんだよね、さっきのやつ。本当怖いんだけどこれ。え、なんか英語、日本語、日本語にしたい。感動したらってた、なんか最初なんか同意みたいなの押すじゃん。
剣豪設定で変えなきゃ。キーボード叩いてないよ、普通に押してたんだよ。あれ押してたんだよ。まだ英語だ、これ英語のまま始まっちゃった最初のなんか説明みたいなやつ。チャッキーだ、怖っ。うん、最初のまだ言語設定のとこまで来てない。映像見てる。そう、デッドバイデイライトさっきね、もう一個の方やろうとしたんだけど、アカウント作るのがあったからできなかった。で今チャッキーのやつ見てる。怖そう、これチャッキーいる、怖っ。何言ってるか分かんない、英語だから何か怖いな画面が。あった日本語。日本語したよね。あ、リスタートしないと。うん？これちょっとわかんない。あ、できた。リスタートしないと日本語にならないらしい。もう一回だ。書いてあった英語でリスタートしてないと、あの言語変わんないって。それは読めたわうん、日本語だった。怖そうこれ。コントローラーできるんだよね。コントローラーでやろう。コントローラー。鬼ごっこみたいなやつなんでしょ。あんま内容知らずに買ったから。え、この映像から毎回始まるっけ。あ、ボタン押したらスキップできたまたチャッキーの映像始まるとかだった。大丈夫、もう。何これ。あ、びっくりした。ネットワークのプレイヤーとマッチを組むことだ。この機能オプションのみ。なんか音が怖い、これ。これ、殺人鬼でプレイ、生存者でプレイ、これ開始する、何押せばいいの、これ。これ何押せばいいの。チュートリアルみたいなのないの。困ったな。これ、何押せばいいの、これ。開始する押してみたらいいのかな。あ、あった、チュートリアルなんだこれ。フーザーのチュートリアルを加入して星アンロック、生存者からのチュートリアルで、ボットと入れると、え、チュートリアルのやつ意味わかんない。まず生存者からの、生存者のチュートリアルから
ティの支配下、デッドバイデイライトは4人の生存者と1人の殺人者が儀式をプレイする非対称ゲームです。怖ー。これ生存者の役割、生存者は殺人鬼から隠れながら脱出ゲートを通電させるために発電機を修理しなければならない。脱出ゲート本中トレードは生きて逃れるために必要となる基本を紹介します。見渡す、移動、走る、 L1 効果、赤い傷マーク、走るときは殺人鬼だけ見える赤い傷マークが後に残ります。怖っ。歩くかしゃがむことで赤い傷マークを残さずに済みます。 L2 でしゃがむ、乗り越えは走りながら行うと速度が上がりますが、先に場所がバレてしまう原因にもなります。こっちに向かうで R1 これか、発電機に向かう R1 で発電機を修理、これね、発電機で R1セキュリチェック、スキルチェックボタンは成功ゾーンに、セキュリチェックボタンは成功ゾーンにポイントが差し掛かったタイミングでタップしましょう。盗まれた部分に合わせることができれば進行が加速されますが、スキルチェックに失敗すると進行度がいくらか後退し、やっぱ居場所がバレちゃう。むずいなぁ。発電機を修理、あ、びっくりした。何が起きた？間違えて合わなかったのか。な、どこ？合わないんだけど、ポインター。失敗した、全部。音が怖い。下手くそだった。なんか3回やったんだけどポイント全部失敗した。あ、びっくりした。もう一回やったけど失敗したわ。出てくると思わなかった。どこポイントあって、どこに合わせる、え、どこポイント、どこに合わせたらいいの。黒く塗りつぶされたところってどこ、え、どこ、どこ、え、待って、どこ、どこしたらいいの、ポイント。話すの R2 を、何したらいいか分かんない。なんかポイント合わせるって出てきたけど、ちょっと意味が分かんなかった。どういうこと、うん、どうやってやるのこれ、修理やり方が分かんないんだけど、修理のポインターのやり方が分かんない。え、何、どこのボタンを押すのこれ、ポインター、え、デッドバイデイライトやったことある人いない。そう、スキルチェック中、スキルチェックのポインター、え、どこを押すのこれ、バツじゃん、バツ、押すボタン出てんのこれ、 R1 だ、出てたわ。一瞬過ぎて分かんなかった、全部失敗してた。あ、そういうことね、出てたわ。でもね、失敗した、さっきも。焦る、これ、どこしたらいいか分かんない。うん、成功したわ。あ、できた。窓の隙間を乗り越えろ。R1 か、R2 をしてた。最後の発電機を修理し、あ、危なかった。さっ、あ、びっくりした、あ、びっくりした。発電機の能力、トラッパの仕掛けた罠にかかってしまい、捕まってしまいました。発電機には固有の能力があるので、避ける方法を覚えることが肝心です。もがく、
怖かった。来た、やばいやばい、ふつふつふつって自分の心が大きくなっちゃう。隣にいるんだけど、もがく、かつがいてるのもがくボタンが表示されたときに押すと、もがいて逃亡を試みることができます。こうか、パレットでなんちゃら、パレットを倒すと殺人鬼の追跡を加えすことができます。パレットと殺人魔が伝わる、ラスト、なんだ、漢字が読まない、生活が的数えて殺人者がいれば逃がしてあげることができます。パレット、あ、これね、メグに向かえ、あ、なんかしゃがんじゃった。メグ、パレットを倒す、パレットを残り、生存者、パレットのパレットを乗り越えて、生存者のパレットを壊すことができます。パレットを乗り越え、パレットを乗り越えたら向かっちゃうよ。ヘッドバイレットなので注目が非常に大切です。で、フックに連れ去っている生存者がいれば救助してあげましょう。怖い、これメグ・トーマスっていうキャラクター、うわ、痛そう、痛そう、ふっくり吊るされてる、服から下ろす、早っ、めぐ、あ、逃げるの、ロッカー、ロッカーは中性格用意するんですが、中に入るときには見られないように注意しましょう。ロッカー、私もロッカー、しゃがんじゃう、ロッカー入った。怖い、これ、あ、やばい、開けられそう、ロッカー目の前いる、あ、捕まった怖い、ロッカー入ったのに目の前にって、私フックに吊るされるじゃん、あ、痛そう。フックから逃れる、フックから自力で脱出、ここ見ることができます。セコイツはかなり低く、失敗すると初見に近づくことになります。本番では他に生存チャンスがない場合を除いて自力での脱出を試みない方がいいでしょう。試みない方がいいんだって。決意バー、殺人鬼が近くにとどまると決意バーが溜まっていきます。このバーが満タンになると 100% の確率でフックから自分を外します。だって、一回逃れチャンスにかけろ、うわ、メグが服から救出してくれるのを待てって、全然待たずに自分でやってたわ。治療、負傷すると通常よりも大きな音が発生し血痕が残るようになります。生存者は負傷した際にお互い治療し合うことができます。治療、メグに助けてもらえって書いてたのにさ、自分でずっと外してた、全然読んでなかった、右上。殺人鬼来ない？こんな場所でやっててさ。私も治療してもらわないと。じっとしてメグから治療を受けろ。治療を受けてる今。え、これ面白いけどさ、あれだね、痛そう、すごく。生存チームワーク、生存者にとってチームワークは試練の、自分が試練の成功において運命を左右します。他の人と協力する作業により、より早く発電機を修理したり、負傷した仲間を治療したりすることができます。てか、メグ、メグ行くの早っ。最後の発電機って どこにあるの？そこね。発電機、間違えた、私がミスったわ、目が全然ミスってないのに、私が下手くそだった。お、できた。電気の修理が必要な台数分完了すると、脱出ゲートが開いて儀式から逃げ出すことができます。目が早っ。
もうすぐ走っていくんだけど、間違う、しゃがみと走り間違える。メグめっちゃ速いし手伝ってくれない。めっちゃ速いんだけど、来そう、鬼が。終局の崩壊、終局の崩壊は生存者がデスゲートを開くが、電気がハッチを閉じると発動します。ハッチ、時間切れになる前に儀式ができなければエンティティの餌食となります。エンティティって何？目が早いな。何これ、なんか変な床のやつが開いた。ハッチ、マッチで最後に残った生存者はハッチに飛び込んで儀式から逃げ出すこともできます。ハッチでは生存者が残り1名のみになると開きます。ハッチから脱出ゲート、ハッチに行ってみようかな。ハッチ、ハッチから脱出、チュートリアル完了。エンティティって何？エンティティ、エンティティって何？チュートリアル終わったけど怖かったな。次は鬼側、鬼側やる。痛そうだった、すごく。エンティティ、エンティティ、わかんない言い方。殺人鬼になったい。殺人鬼は生存者が一人残らず追跡して、てかテロップ書いてなかった、なんだっけ、なんて書いたら、普通に書くか、デッドバイデイライト、はい、携帯斜めになってる、はい、役割、一人残らず、せなぜ一人残らず追跡して捕まえ処刑しなければなりません。このチュートリアルではエンティティを沈めるために必要となる基本を紹介します。何それは。発電機に向かう、これも発電機に行くのね、すごい、なんか持ってる棒みたいな。にはマップ上のすべての発電機が見えます。生存者が発電機を修理するのを妨害します。あ、そういうことね、マップ上全部言えるんだ。発電機の音、生存者がスキルチェックに失敗すると音の発生地点が発生地点を示す通知が表示する。やばい、私スキルチェックめっちゃ下手くそだったからすぐバレるじゃん。あ、そういうことね。発電機に向かった。発電機の破壊、部分的に修理された発電機にダメージを与えて修理の進行を後退させることができます。発電機を蹴る、あ、蹴って破壊すんの。生存者が走ると赤い傷マークが残るので、これを利用して追跡しましょう。生存者を探せ、どこだ生存者、いた。生存者はマドナの小動物を乗り越えて逃亡を試みます。手続きも乗り越え地点を移動できますが、生存者に比べると速度に劣ります。遅いんだ。あ、本当だ、ゆっくりだ。あと走れないんだ。おお。生存者はパルトで手続きの動きを鈍らせることができます。びっくりした、倒れてきた。破壊能力、トラッパーはトラバサミを設置して、トラバサミで生存者を捕まえることができます。ニーニャさん、使い方を覚えて習得する固有の能力があります。よくわかんないや。罠を仕掛けろ、どうやって、どうやって、あ、L に生存者を見つけません。どこだ。攻撃ボタンをタップすると高速攻撃を実行します。同ボタンを長押しすると攻撃しながら素早く前進する突進攻撃を実行します。いた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 、え、攻撃どれ、攻撃どれ、え、攻撃どれ、これか、
康状態、健康状態、生存性が不正すると血行が残り発生する音も大きくなります。消失生存性は一度の攻撃で直させることができます。えい担ぎ上げる。ダンスで生存性を担ぎ上げて運び、フックに吊るしてエンティティに捧げます。生存性を運ばれてる間にもがいて逃げることができるため素早く移動しましょう。ある位置で担ぎ上げるすっごいさ痛そうな声 してる。うわフックに、うすごい悲鳴が。フックに吊るされた生存者はエンティティに捧げるための処刑が少しずつ進行する一方で、他の生存者による救出も可能で、フックに吊るされる酸化ミューラーと即座に処刑される。例えば、前期フックに吊るされた生存者、クイズの生存者の16メートル以内にとどまると、生存者が服から自分自身を外す力を得る可能性があります。エンティティってそれなの？の上にいるやつ。ああ、怖っ。ハッチ、残りの生存者が一人になるとマップのどこかでハッチが開きます。生存者が逃げる前にハッチを見つけ出して閉じましょう。怖っ。メグだ、さっきの私が一人倒したやつ。ハッチを閉じる。終局の崩壊。終局の崩壊は生存者が脱出ゲートを開く。ガス人機がハッチを閉じると発動します。最後に生き残った生存者が脱出する前に見つけ、努めましょう。時間切れになると残っている生存者はエンティティによって全滅します。だって見つけ出して仕留めろ。あっ、罠にかかった。いたー、えい、どこ拾い上げるか。R1 だよね。うん、拾った。できた。生存者側だったら逃げ出すしか方法ないってこと？ってことか。そういうこと？でもね、怖いこのゲームなんか面白いけど結構グロい。プットと生き残る。怖そう。これチュートリアルだけどさ、本番みたいなもんじゃん。ボットコンピューターとやるってことでしょ。怖っキルは倒せない。そうだよね。だから脱出するしか方法ないってことでしょ。なんか2つゲートか、なんかもう一個地面にあるやつ。始めよう。ボットと生き残る。怖っ、生き残れないかもいや、生存者側だ。楽しい。怖い。成功率 16% なんだね。引く音が怖いよ。どこにいるか分かんない鬼。怖い。どこ仲間。しかも処刑台の近くだ。いや、いた仲間。
手伝うよ。手伝いたいけど空いてないスペースが。え、スペース空いてない、手伝えない。手伝いたいのに、この発電機手伝いたいのにスペースがない。3人までしかできないの。もうこのさ、火のやつがめっちゃやばい。鬼の音する、鬼の音する。怖すぎ。なんかロッカーどこ？あんま走んない方がいい？え、てか3人で3人で処理してるそれ。え、この心臓の音めっちゃ聞こえる。近いと聞こえるんだっけ？違ったっけ？え、もうわかんないわかんないわかんない。え、なんだっけ、近いと聞こえるんだっけ。やばいやばい、捕まった捕まった、助けて。無理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 、本当に本当に無理、本当に無理、本当に無理、助けて助けて助けて、無理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 、無理、助けて助けて、仲間マジで無理無理。私ダメージ食らってる食らってる。あ、隠れようかな。バレてないよね、隠れた。とりあえず出れないんだけど。怖い。メグ。やばいやばい、いる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 。処理してるわけ。ねえメグ、なんか助かってない？やばいよ私。やばい、メグが捕まった。これ自分でさ、なんか修理できたっけ？やられた。え、ねえ、もうこれ無理。このゲーム、あ、担がれてる担がれてる。やばい、担がれてる、やばい。から下ろしたよ。治療してくれてる、ありがとう。誰これ、メグ？治療してくれなかった。
やばい。許してくれるのどっち？どっち？許してあげるって止まって。治療して。いやー、メグがやられてる。ちょっと治療する。うん、ミスった。治療してあげようとしたけどミスった。やばい、担がれた。助けて。フックにいるよ。フック、やばい。え、こんな怖いのこのゲーム。誰か早くして。怖っこれ。え、来た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 。ありがとうありがとう、助かる。治療してくれてるわ。私このゲーム無理かも。バイ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 。え、敵いる敵いる。ごめん無理、ごめん。治療できない。無理。ごめん、鬼いた。した。治療治療。待って、来てる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 。どこいるか分かんない。びっくりした。間違、隠れちゃった、間違った。これなんか制限時間あるよね。ジェイク？で、私だけじゃん。なんか、いやー、助けてあげる。ちょっと待って、いる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 。無理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 。チェック、助けてあげる。来てないかな。怖い、このゲーム怖い。できた、治療。そこにどっかなかったっけ。スキルチェックできた。待って、来てる。あ、そこいるわ。私が逃走って逃げようとしたとこいた。もうできないよ、できないよ、修理が。怖い。あんまホラゲーやったことないから怖すぎてできないよ。どこどこ修理するやつ。これは動いてるのか。
がどこにいるかもわかんない。無理、いたいたいた、本当に怖い。これも動いてる？これも動いてる。もうどこ動いてないやつがわからない。できる。壊れてる発電機。あ、ジェイク。ちょっと待って。ジェックどこ？何ミスった？発電機ミスってる。え、何何何の音何の音？わかんない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 、何の音？やばいやばい、いた、発電機いた。無理無理無理、助けて、怖い怖い怖い、しかも時間だ。え、逃げてるし仲間。ねえ、出口どこ？ねえ、出口がわからない。マジで無理、どこ出口？わからんわからん、出口。え？ねえ、出口どこ？出口どこ？ずっと走ってるけど。ちょっとメグを見殺しにして一人になるとか。とりあえず服から下ろしてあげたけど出口がわからないよメグ。いるいるいる。もう出口どこ？出口ってどこにあんの？え、わかんない、ずっと走ってるんだけど。やばい、私エンティティにやられる。やばーい、これエンティティにやられるわ。メゴにも逃げてるし。あ、これか出口。あった、危ない。脱出できた。疲れた疲れた、危な、疲れた疲れた。これさ、一試合一試合のさ、疲労がすごい。終わりたい終わりたい、続けるオスしかないのこれ。疲れた。疲れた。疲れた。休憩。怖いこのゲーム。
疲れた。こういうゲームしたら初めてかも、こういうホラー系。疲れた疲れた。疲れたね、このゲーム。一旦休憩。二人助けた、三人かな、一人治療した。怖っ、疲れちゃった。疲れた。なんかジュース持ってこうかな。ちょっと待ってて。なんか冷蔵庫は何あるか見てくる。見える？オレンジジュース、なんかペットボトルほんのちょっとしか入ってなくってさ、ちょっとしかなかった。あと冷蔵庫なかった、全然。オレンジジュースコップの半分もなかった。もうなくなる、もう全部飲んじゃう。なった。全然なかった。まあいいや。てか廊下寒い。廊下寒い。なかった。廊下寒かった。扉閉まってないな、私。ちょっと。ちゃんと閉まってた。閉まってた。見間違いだった。ちゃんと閉まってた。ちょっとこのチュートリアル終わらせるね。次鬼側だから。鬼側の方がさ、だよね。まださ、あの生存者側よりさ、ヒヤヒヤしなさそう。次鬼する。ボットを捕まえる。怖ー、これほんと。あ、これイライラする鬼側。でも生存者側めっちゃ怖かったんだけど、なんかもうさ、鬼が来た時なんか音があるのよ。なんかなんていうの、なんかあのサメ来た時の音みたいなのあるじゃん、あれ。あの音がどんどん大きくなるの、鬼が近いにつれて。めっちゃ怖かった。あ、そう、ジョーズの音みたいな。
なんか鬼が近づくとめっちゃ大きくなって、すっごい怖かったあれが。鬼怖い。いいよ。こっち鬼が音、怖いな鬼が音が、このゲームの音慣れないかも、めっちゃ怖い音が。罠を設置。さあどこに罠を置こうかな。さあこういうの前に置いてやろう、発電機の前に置いてやろう。1個しか置けないのかこれ。まあいいや。はい、え、まだ置けるのか。あとここだな。鬼は罠引っかからないんだね、よかった。あ、違う、音がするぞ。発電機壊せるんだよね。違ったわ、壊し方違った。うん？足音聞こえるようで。むずいなこれ、捕まえんの。いたいた。よいしょ。うまいなこのボット。うわ。このボットうまいな、この倒すのが。絶対倒されるな。回っちゃうもんね。回っちゃうから、うわ、破壊しないといけなかった。え、どこ行った？いたいたいた。もう一人狙うち、あー、もう邪魔だなこれ、この板。うまいなそれ倒すの。あれどこ行った？あれ鬼二人いる、もしかして。え、これ鬼二人いる、もしかして。え、めっちゃなんかあるんだけど、トラップ。え、これ鬼一人じゃないの？鬼は超楽しい、全然怖くない。これ鬼2人いるのかな。あ、鬼1人。え、なんかさ、私が知らない間にめっちゃトラップ増えてるしさ、なんか1人やられてたんだけど、誰？あ、つけたな。発動機つけたな。発動機だっけ、発電機か、つけたな発電機を。どこ発電機あった、つけたな。壊せないの、これ。どうやって壊すの、これ。壊せないのこれ。あ、壊し方が分かんないんだけど。破壊あった、壊すから私。え、これなんか勝手に勝手に置かれてる、もしかして。勝手に、え、勝手に置かれるのこのトラップって。そこだな、そこだな、居場所。違う、もうつけられてるわ。いた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 。どこ？うん？うん？え、違う、ちょっと私の反、なにこれ、めっちゃ回るんだけど、ここ。うん？あ、なんかバグったコントローラー。ちょっと待って。オッケーオッケー。え、なにこれ、コントローラーバグってめっちゃ回転してた。
待て一撃、一撃しか当たってない。待て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 、あー邪魔だなー、これあね、もうずっとさつけられてるんだけど発電機を。よいしょ、拾い上げる。吊るす。よいしょ、ここ近くにいちゃダメなんだよね確か。違う人いた、さっきコントローラーバグってびっくりした。邪魔だなぁ、いやこれ破壊しなくって邪魔だから。ねえ発電機めっちゃつけられる。いやどこだどこだ、ずっとぐるぐるしてるんだけど、これ乗り換えられんの嫌だな潰そう。ねえどこ行ったどこ行った、ねえ分かんない分かんない分かんない、もう発電機めっちゃつけられる。あと一人なんか助かってるし、そこにいるんでしょ。あれどこ行った、いたいたいた、もう捕まんない、これいないわ。いたいたいた、ねえむずいな鬼も。こっち側だ、乗り越えるのがむずかった。捕まえた捕まえたなにこの音、もしかして開いちゃった感じ。え逃げられてるんだけど、何事、吊るす、うわ痛そう痛そう、こっちに来るんだよねきっとね。見つけたてかなんか逃げてるし、絶対に一人だけでも捕まえる。あ逃げられた、やばい、ねえ逃げられた。これさあれか、扉をさ閉めなきゃいけないのか、私この最後の一人に逃げられるまでに。扉って地面だよね。ねやばーい。逃げられた。逃げられた。むずい。なんで？もう一回。逃げられた。なんで鬼ってこんな難しいの。確かに最初私さ生存者側で切れたけど
悔しい。あと一人だからさ、あの蓋なんかなんだっけ、地面にあるさ出口の蓋閉めなきゃと思って探してたら逃げられた。普通にあと一人に逃げられた。私みたいに入り口がわからない、違う、出口がわからない人じゃなかったみたい。さっき出口全然わかんなくってさ、ギリギリでさ出口を見つけたんだよね。どこだっけ、ん、なんか解除してんな、そこで解除したな。まだなんか適当につけた。壊したい、ある位置。どこにいるの？そこ近いな。鬼走れないのがちょっとやだな。あ、走れたらあれだけど、私負けちゃうけど。あ？ちょっと殴ってみたけど壊れなかった。痛い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 。一撃与えた。痛い痛い、すかしたわ。どこ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 、うまいなこの人、しゃがみも入れて。ね、鬼がむずい。音聞こえる、こっちか。どこいる？ん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 ？ え、見失ったんだけど。あ、あれだ、捕まったんだ罠に。え、違う？え？え？え？音聞こえるのにどこにいるかわかんない。すっごいさ、え、え、なんか、いや、なんか攻撃された私今。え、どこどこどこ、うん、消えた、いたいた。え、いた、逃げないでそんな。ああ、これ邪魔だな。てかなんで罠捕まんないのこれ。てかもうこの間にどんどんさ、あの発電機をつけられてるんだけど。担ぎたい。よし、よいしょ、よし。これ近くいたらなんかね逃げちゃうらしいからさ、近くいれないんだけどさ、いなかったら逃げちゃうよね。あ、ミスってるな。えい。よいしょ、なんか担げない、担げない。あ、なんか違う違う、あるに担げた。どこが近いかな。ねえ、つけないでほしいこの発電機。よいしょ、できた。もう悲鳴が嫌だな。助けられてるし、さっきのやつ。ここら辺にいとこうかな。
うん、自分でハマったわ、何え、誰か助けた、もしかして。助けたな、誰か。そこにいる人だな、助けたの。助けたな。どこ行った、失った。ん、どこいるか分かんない。一人誰か結構、ね、あと2個なんだけど発電機難しいな。これ透かしたらさ、スピード遅くなるからダメだな。あ、いけた。この台に連れて行こう。あれどこ行った、あったあった。え、同じところってつけれないの、やばい、ミスった。いっぱいあるからいいや。そこにもいた、見つけた。うん、邪魔だなこれ。いた。あ、なんか一人助けられてるわ。あ、助けられちゃった。まあ、いいや、助けられた方行くか。絶対に近くにいるから。違うわ、助けられたやつじゃないんだ。あー、もう鬼がめっちゃ下手くそかも。鬼めっちゃ下手くそかも。うん、草に埋まってて捕まえられない。草に埋まってるわ俺。よいしょ、よーし、吊るしに行こっかな。どこ吊るすやつ。もう一人でもやればいいんじゃないこれね。一人でもやればいいから近くにいよう。誰だ助けたやつは。え、自分で助かった、それとも私が近くにいすぎ。どのぐらい、お、違うよ、私やることが乗り越えたかったのに攻撃してた。え、やばいね、ねつけられた全部。え、何これ、懐中電灯って何これ、何これ、やばい、逃げられる。なんか救急バッグみたいな持ってる。なんかこれ、どこ行った。あ、逃げないで。
どこ行った？ん？なんか壁攻撃した。お。捕獲？ん？どこ？私今持ってんのか？近くにいちゃダメっていうのがむずいな。近くに行っちゃダメのさ、基準がわからないんだけど、どのぐらい、15メートルって書いてあったっけな。逃げられた。逃げたな。逃げたから、もう追いかけよう。この人だけ一人逃げてるわ。二人逃げた。逃げられた。え、どこ行った？あ、逃げたかも。うん、待って、みんな逃げた。下手くそすぎない？私鬼。え？悔しい。鬼めっちゃ下手くそなんだけど。ボットでさえ成功しないんだけど。チュートリアルのやつずっとやってる。チュートリアルずっとやってる。下手くそで。え、鬼めっちゃ難しくない？こんなもん。疲れたな、目が。よいしょ。一回ぐらい鬼でクリアしたいんだけど。相手 CPU ボット。チュートリアルのやつだから。でもこの音慣れない。始まる時の音。あ、人がいた。最初から。そこにいるの知ってるよ。よいしょ。スカってなった。こっち行こう。こっち。声が聞こえるんだよな。もうこの人はめっちゃ嫌。どこに行った？ん？気のせいか、あれ。ねえ、どっか行っちゃった。いいよ。もう発電機壊すから。発電機壊すから。鬼めっちゃ難しい。罠設置して発電機を破壊。これ何？下も行けんの？何これ？てかこんなことしてる場合じゃないわ。下に行ってる場合じゃないわ。私
ついたの？発電機つけられた。そこね。さっき自分の罠に引っかかった。もしかしてめっちゃダサいじゃん。何の音これ。発電機ミスった音かねえ。発電機めっちゃつけられてる。嫌すぎる。よいしょ。一人修理されてんだ。捕まえた。捕まえた。なんかつけられたな。発電機違った。んこれ発電機か。台じゃない。よし。あ、つるすが押せない。どのぐらい離れたらいいんだ。黄色じゃなくなるまで。黄色までかな。分かんない。どのぐらい離れたらさ逃げ出せなくなるのかが。あ、逃げ出された。誰誰したの。誰誰誰がしたの。すかした。あ、攻撃された。よいしょ。ん、どこ行った。こっちもいるな。この距離で見失うことある？あ、いた。ん？なんだと？あ、てか捕まった誰か。捕まった人発見。捕まってるね。これさ、掴むの難しくない？もう掴めない。拾い上げる。あ、出た。表示が。よし。ある一。さあ、他のそこ。気のせいか。誰かが助けてるかと思った。いや、助けてたわ。もう見えなかった。そっち行くか。罠に捕まった人いる。見つけた。ね、あと1個で解除されちゃう。うん、嫌だなこれ。ねえさ、これどうやって倒せんの。鬼めっちゃむずいんだけど。鬼でクリア。コツを教えてきて。コツを。お掃除どうし。ここにある。あったあったあった。おお。
自分がやったのに悲鳴に驚いちゃった。こういう離れすぎたらさ、そこいるね、そこいるね、そこいるね。どういた？もう。難しい。めっちゃむずくない？これ。どういた？いるか？あ、いたいたいた。鬼側めっちゃむずい。よいしょ。どこ行った？あ？え？え？え？やばい。あの全部解除された。絶対に逃げるな。下手くそすぎて嫌になりそう。うわあ、板当たるしさ。鬼めっちゃ下手だし。あ、むずいむずい。捕まえた。え、捕まえたい。ある位置。よいしょよいしょ。よし。一人逃げたな。出口どこ？見えるとこいいよ。もうこの一人を絶対に倒す。絶対に倒すから。やばい、逃げられる。私も一緒に逃げようかな。逃げれなかった鬼。ダメだ。もうできないこれ。ボットでできないってことはさ、きっとさ普通にやっても無理だよね、オンライン。でもチュートリアは一応終わってるんだけどさ、このボットのキラー側のさ、このボットがだけクリアしてないの。なんだ、終わってはいるんだけど。めっちゃ難しいキラー。うわー、できない。3回やって全滅。1回もできない。めっちゃ難しいキラー。どのキラー？私ね、今あのチュートリアルのやつやってるから分かんない。何のやつか選ぶやつ選べない。チュートリアル。
まだ普通のやつやってない。アーカイブとかあんのこれ。なにこれ、わかんない。いろいろあるんだ。何これ、チャッキー、課金か。え、難しい。どこ行った、さっきの。チュートリアル、このボットが一人もできないんだけど。疲れた。もうちょうどいい時間だし一旦やめよう。これ配信で絶対できるかな。ワードとかがちょっと怪しいけど、でも多分できる気はするけど、わかんないな。新車モードとかあるんだ。新車モードオンじゃないと無理だな。疲れた。このゲーム生存者がめっちゃむずい、むずいしってか怖い怖い。鬼が来た時の音めっちゃ怖い。鬼顔は楽しいけど、もう怖いがないから楽しいけど、あの捕まえれ、あ、なんていうの、捕まえれても最後までできない、倒せない。できるかな、聞いてみるけど。無理だったらまたいつか。ワードがもしかしたらあれかも、ダメって言われちゃうかも。いいって言われたらできるけど、あ、確かに地形覚えなきゃ。なんかマップいろいろある、これ一個だけ。あ、いろいろあるんだ、むずいな。今日初めてやった。楽しい、めっちゃ楽しい。好きだけど怖い。生存者の方めっちゃ怖い。鬼来るのがめっちゃ怖い。バイオのマップとかもな、20万の覚えれないだろうな。エペのマップでさ覚えれないもん。あの場所の名前とか。エペのマップ何個あるっけ、4つとかだっけ。
けな、めっちゃ少ないけど、そのこれに比べたら。覚えれないな。そろそろでもしたいな、してないから。ランクしなきゃ。あ、時間？ありがとう。じゃあ13位から読みます。ランキング13位、 T さんありがとうございます。12位、香港のアルマートマーク強化橋さんありがとうございます。11位、ポップよいしょ強化頭大好き大王さんありがとうございます。10位、ヒメルさんありがとうございます。9位、バトニーさんありがとうございます。8位、ニャンホソさんありがとうございます。7位、キヨナツアトマーク今日も明日も明後日も強化おしいさんありがとうございます。6位、ペグアトマーク強化ちゃん僕のエンティティさんありがとうございます。エンティティ怖くない？5位、カズアットマーク許可タブズさんありがとうございます。4位、フロマンさんありがとうございます。3位、ラボーナさんありがとうございます。2位、グランツアットマーク許可タブズさんありがとうございます。そして1位が風と海とさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。え、マジで鬼がめっちゃ難しい。今度できたらやろう。あとピオテトもね、練習しなきゃ。テトリス下手くすぎてびっくりした。ピオテト明日の配信は、明日も夜と、今日1回で長い時間やったけど、2回できたら2回しようかな、時間があれば。え、1回デッドバイデイライトはやめる。もうなんか疲れたこのゲーム。疲れたから1回やめる。やんないもん今日は。これはね、後でやめる。テトリスちょっとだけやろうかな。ちょっと疲れちゃった。あ、2回配信2回するとしたら夕方かな。朝はやんないよ。やんないやんない。朝配信は来ない。夜と夕方ぐらいかな。いやね、疲れるこれ、このゲーム。なんか生存者側はこの鬼が来る、なんか来てる時の音の恐怖感で疲れるし、こう逃げてるの恐怖感で疲れるし、あの鬼側はあの全然できなくって疲れる。なんか捕まえても逃げちゃうから、それで疲れる。もう追いかけるのできないから、うまくいかなくて疲れる。もうどっちも疲れる。生存者がなんかさ、ホラーゲームとかしてると疲れるじゃん。あんましたことないけどさ、ゲーセンのとかしかしたことないけど、こういうなんかパソコンなんていうのとかコントローラーでさやるやつやったことない。ゲーセン以外のやつやったことないけど疲れるじゃん。ホラーゲーってそうだから、そういう疲れ、生存者側。鬼側はね違う、別に怖くないもんだって。自分が鬼だから、追いかける側だから、でも捕まんないから、ね、それが疲れる。鬼側はね怖さない。でもなんかゲームが始まった時の音が怖いぐらい、なんか慣れない、なんかホラーゲームっぽい音、怖い普通に。
フライゲームできる気しないわ、これで怖いから。でまた明日は2回夕方時間があれば、夕方もやってと夜かな、時間なかったら今日みたいに夜ちょっと長めにやります。じゃあそろそろ消えちゃうんで、ありがとうございました。また明日の配信で、またね。今日みたいに夜ちょっと長めにやります。じゃあそろそろ消えちゃうんで、ありがとうございました。また明日の配信で、またね。おやすみなさい、バイバイ。